土方隆二、モハメド・ヨネ、宇佐田克美、池田大輔、石川祐希組の入場です。さあ、いよいよ死闘のゴングが間もなく打ち鳴らされようとしているわけであります。まさにこのまま血で血を洗う抗争と発展していってしまうのか、それともこの日ある種の決着がつくんでしょうか。 FMWVS バトラーズ5対5イルミネーションマッチ、まさに全面対抗戦の名に恥じない相当たる10人の選手たちで、このシンクロ FMW のマットが死ぬられるわけであります。さあ、まずはバトラーズの5人の武者たちが入場してきているわけですが、いいっすね、イノキコーチですか。いやいやいや、余裕ですね。はい、いやー、はい、アーリーボンバイへのテーマに乗って全員がイノキポーズ、もちろん顎も出ているというこの石川社長、完全に闘魂入っちゃってますね。入ってます ね、 ね、はい、ここまでは素晴らしいです。いやいや、何ですか、5対2でもいいんですけどね。別にうちが5人揃える必要ないんですよ、うちのが強いんだから。ハンディキャップでもいいですね、斉藤さんね。いや、でも本当にもう、はい、この間だって社長自ら、はい、ぶち壊しに来たじゃないですか。社長が2人ノックアウトしましたからね、移動と補佐が。はい、あ、これは確かにそうだったんですけどね、はい、あいつらメンバーダメですね。いや、でも不意をつかれたっていうのもありますからね。島田さんは全然不意じゃないですよ。はい、まあ、開いた口が塞がりませんよ、ね、何言ってるんですか。赤コーナーより移動を穂坂秀樹、金村幸寛、大谷探すミスターガンモスケルの入場です。さあ、 FMW の精鋭5選手が今ゲートの中から姿を現します。昨日、穂坂秀樹、そして金村幸寛、大谷久勝、さらにはミスターガンの助、相当たるこのメンバーでバトラーつなりするものぞ、完全とこのシンクロマットを守るべく立ちはだかるこの5人、最強の5人と言っていいのか。間違えた、戦力になられるのが3人ぐらいいる。いやいやいや、金村秀樹、穂坂、これはダメだね。大谷とガンドスケは来る ね、 そうね、島田さんの言ってることはね、はい、ほら、あえて崩して持ってくれないでしょ。いそうね、島田さんの言ってることはね、冷静です。さあ、ね、島田さんもでもあんまりそのあたりを舐めてますと、はい、痛い目合いますよ。ガンドスケさんが結構やっぱリーダーだからね、これは怖いですね、鈴木さん。本当にもうなんかの感じの悪い放送席になっちゃってね。まだ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 、やっぱりそれはうちの強さを認めてるからですよ、慶太郎さんが。いや、感じてくださいこう。見てよ、これ。ガンドスケはいいね。いや、見て、あの金村の素晴らしい金村、さっき邪道的に言ったけどね。おや、おや、見て、おや、あのただのハゲですよ。言いますよ、みんな人殺しかねない顔してますよ。いやいやいや、移動なんかもダメですね、もうリストラですよ、あいつ。すごい緊張感。タッグ撮影団バトラー200スタート。いいショット、いいぞ、肘が入ってるからキーマンだね、キーマン。大ブーイング、田中のバッタモンみたいなもんじゃない。田中が真似してるぞ、肘方の。ヨネはいいですよ、ヨネは。ココナッツみたいな。いや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 、職人だ、職人。何だこれ、なんかあのこれ200キロスケベオヤジみたいな顔してる。いけたー、大輔。これ今日ミスー、変なの。なんでかっこいいじゃないですか。社長うわっ、もうただの社長、ただのエロ親父じゃない。何言ってるんですか、ほらもうみんなファンですよ。よく言いますよ、もう本当に。一緒よっ、こいつは問題外ですね。よく言いますよ、もう。ほっかーいなき、かっこいい。これもダメ、ダメ。よく言いますよ。あの体見て、あんな格好だけ、あんな体の格好だけない。よっ、いや、こいつはお笑いです、お笑い。これ最大の映画セナ。男の中の男。そうだ。ビッグカップ。かっこいいな、大谷は。これ200。ミス。
ぱり素晴らしい。まあ、ガンの隙はね、はい、うん、まあ、ただこれ、あの、まあ、ただね、はい、ルールがイルミネーションマッチですからね。そうですね、これは5人全やってる、残ってた方が勝ちということですから。まあ 5-0 でしょう、斎藤さんね。いや、それはないと思う。ひいき目に見てもうちのな、ね、こっちの 5-0 でしょう、島田さん。そうです、ね、島田さん、そらそら島田さんもね、いや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 、改心した方がいいと思いますよ。そんなことないです。5人だってほらもう仲間れしてますよ、岩之助と金村。いや、仲間れ、喧嘩するほど仲がいいっていうことですね。俺にやらせろっていう、これやっぱりね。いやいやいや、どれだけこう、やっぱりね、僕はね、バトラーみたいにみんなでまとまってるように一見見える方が、はい、内部に問題を抱えてると思います。土方が5人抜きますよ、ね、もうそれはね、おそらく島田さんの心の中にも、いやいやいや、何か、何かぼやぼやしたものが。ガンノスケですよ、ガンノスケ。いや、もう土方で十分ですよ。社長、いらない、いらない。さあ、先方はガンノスケだ。行かない、行かない、行かない。ガンノスケはどうやら石川出てこいというふうに挑発しているんでしょうか。おっと、おっと、いきなり石川祐希対ガンノスケですか。おお、おお、お、余裕の握手を。もうガンノスケことは偽物ですよね。みんな偽物分かってますよ。ほら、ちょっと命取る。ほらほらほら、ゴールゴール。いや、命取る。命なんかいねえじゃねえか、命なんか。ガンノスケゴールですよ、ほら。ガンノスケゴールに返り討ちになってるじゃないですか。バッタモンですよ。違いますよ、ことはないですよ。ほらほら。トンブ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 。おい、来い来い来い。入ってこれないでしょ。入ってこれないですよ。石川ワールドに。なあ、入る。チキンですよ、チキン。そんなの。それはね、チキン。ガンノスケの名前ですよ。ほら、もう。いや、入ってこれないですよ。あ、叩いてる、叩いてる。おっと。おい、どういうこと、どういうこと。おい、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 おい。バトルロイヤルだよ。うわ、12位に見たか。危ない、危ない。オーバーザトップロープだからね。これね、オーバーザトップロープのトップロープのルールがあります。はい、あっという間に人数減っていくのでもあるので、真ん中のロープだったから今のは、まあでも試合の権利なかったですから今ね、一応1対1だ。そうですね、なるほど、なるほど。これはもう腕にやるのがですよ。まあ、うちは一瞬の乱之助はまだまだですよ、悲しいですよ、はい、なんであのバトラーズの人とね、こんな揉めながら実況しなきゃいけないのか。いや、揉めてないですよ、もう。いやいや、現実の調査できないです。杉崎さんがちょっとなんでバトラー、なんでバトラー、なんでバトラーズは素直に FMW にお世話になってます。見てください、これはお弟子に見てください、ほら、よその家来てただで飯食って暴れて帰るようなもんですよ。おもてなし、警察呼びますよ、警察を。僕は今おもてなしができてないんですよ。ね、ビール持ってくださないからダメなんですよ。今台を用意してるじゃないですかね。いやいやいや、あ、メンバーがね、黒田も早田も入ってないじゃないですか。いや、何を言ってるんですか、ちゃんとガンの好きだ、こうやって。さっき早田負けたんでしょ。早田さん入ってこいよって感じですよね。そんなわけにはいきませんよ、田中も。そんなわけにはいきませんよ。もっとこんな格落ちの子いいんじゃないですか。ねえ、え、はい、もちろんそれはバトナツのことでしょ。違う、うちはだってもう先鋭です。だって元々いないんだもん。何言ってるんですか、もう元々いないんだから。それもさあ、これでね、これ叩き潰してうちの札幌にね、ファイルとクラブ叩き出しますよ、荒井の野郎。さあ、はい、この乱れ打ち。さあ、険しい表情が。当然やつら維新軍ですよ、うちは本体ですからね。猪木がいるし、ね、島田さんの話聞いてると。さあ、金村、おっと激しい蹴り、よし、おい蹴り。いや、金村も盛り上がって、よしよしよし、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 よ、肉が多いじゃないですか、金村選手。わー、すごいですね。ミッドドライバーか、青田監督。まあ、うちのチームはスピードがありますからね。スピードと関節、ね、まあ、しかし、これは…FM チーム何もないじゃないですか。いやいや、まあ、やはりスピードと関節ってのは FM だもん。いやいや、だって関節知らないですもん。大谷スピードないじゃないですか。今、リンクに立ってる人見てくださいよ。大谷さん、あの人何ですか、あの人。大谷、大谷、ネックブリーカードロップ、これはどうか。いや、そんなことないな、はい、もうね、いやいやいや、結局に関節だよ、もう。でもほら、薄田ですよ、関節といえばもね。いや、もう指しげん、ローランボックって言ったんですよ、島田さん。ローランドボックね、ある種認めてるわけですよ、ある種認めてる。小屋さんは勇気あるからね、うちのリングに来ようとする。他もみんな来ないで。あ、地球ウィングだ。地球ウィングフェイスロックを狙うというところ。いや、腕一本で巻き投げ。さあ、逆にスリーパー。
大家さんも藤原門下生ですからね。いいですね、大家新入りましたからね。素晴らしい。なんでね、今年の頭時代が来るところだったからね。シングルトーナメント欲しかったですよね。さあ、その不思議なもんですね、大家と臼田万之助、大家が今来てる。いや、これがですね、もちろんね、カトラーツの参戦による功罪ってのはいろいろあると思うんですよ。これ、こうという部分ではですね、ある種、ちょっと空中分解しつつあったですね、このガンノスケとカネムラとか、ガンノスケとカネムラが完全に昔になってました、この辺りががっちり一つになってるんですよね、今、対バトラーツということに関して、実はこれはですね、FMW としては非常に収穫があったんじゃないかという気がするんですよね。まあでもそれもね、この試合に勝たないと、はい、勝たないと収穫にはならないし、負けたらまたおかしくなるかもしれない、これ。なるほど。アロイがダメなんですよ、斉藤さん。アロイね。と言いますと。アロイがですね、この試合に勝たないと、ハヤブサと黒が、一発コン出さないとか、昔上がりますからね。あ、そんなハードルになってるんですか。大気分とか言い上がって。なるほど、なるほど。舐めてますよ。そうしますと、これもうバトラーとしては是が非でももちろん勝ってるね。ハヤブサ引きずり出さないといけないということになりますね。ハヤブサはこの発端ですからね、キュッと吹かないんですよ、あいつは。まあ、確かにあのこれの発端というところ、ハヤブサとこう池田のね、そうですね、はい、あのまあ気持ちのこう行き違いといいましょうか、もつれから仲良かったのにな、ターンを走ってるんです。これね、まあ、邪道下道はあれ嘘っぱちでまんまと騙されましたけども、はい、やっぱこう仲良かっただけにこうもつれるとね。そうですね、もつれた時の修復ってのはこれ、まあ、ね、黒田がいないっていうのは、ね、僕は今でもまだなんとかならないかと思ってるんですけど、いや、杉谷さんがやっぱりこうね、六本木とか連れていくしかないでしょ、やっぱり今でも。これも一つ手かもしれないですよ、やっぱりね。ただね、ノミニケーションが全てを解決するっていうのは日本の社会の特徴ありますからね。そういう意味ではね、はい、この試合もなんか試合前にはね、なんかね、殺すだの殺さないだのね、はい、なんかちなまぐさいこと言ってましたけど、うおっとすごいキック、フリーな試合にしてもらいたいな。まあしかしここまでは殺伐とはしてるんですけれども、ね、試合内容自体はどうでしょう、真っ向勝負という気持ちですね。そうですね、はい、やっぱりレスラー、肉体と肉体をね、ぶつけ合うレスラーですからね。中も動きが切れています。動き良くなってきた。そういう意味ではね、あのバトラーとかって刺激になったっていうのはありますよ。そうですよね、うかうかできないですね、みんなね、うん、柴田さん、この穂坂舐めてると、はい、本当に痛い目ですよ。結構大きいのに高度使いますもんね。そうなんですよ、逆流れ式のフランケンシュタイナーとか使うし、作るよ、はい、しかし、島田さんも研究熱心ですね。いや、僕はやっぱりですね、やっぱり相手を知るにはね、なるほど。もうスパイいますから、FM の中にスパイがいるんですか。いますよ、はい。まあ、それぞれいつ池田と穂坂、おお、二人で、うわー、すごい肉弾戦。これは穂坂に無駄じゃない。いやいや、そんなことないですよ、苦し負けにはあっちだじゃないですか。肉の塊がぶつかり合うと、まあ、池田に勝てないと思ったからでしょうね。うん、もうひどい、これは安全敗ですね。安全敗、ひどい。ちょっとでも喧嘩っぽいですね、ひどはね、なかなか。どうしてひどはね、やっぱりあのラフファイズやるとね、そうなんですよ、かなり。打ち手あるとみんなこうね、存在能力を目覚めるじゃないですか。今まで FM は何をやってたのかってことですよね。いや、まあ、それは、ね、やっぱり個々の選手の特別企画っていうのは、ね、もありますもんね。そうなんですけどね、やっぱり打ち手あってこう、ね、喧嘩魂が来ましたからね、まあ、それは残念ながら認めざるを得ない、はい、そうですよね、はい、うん、まだ、あ、バトラーズはそれだって得してますよ。得してないですよ、本当に。得してるのはさっき、まあ、ベルトもらったぐらいですかね。うん、相当得してますよ。そうですよね、何を得してるのか、お互いさんの口では言えますよ、ね、夜になって肘型だっていいじゃないですか、FM とこう、まあ、勝負でバチバチできるんですから、まあ、試合できてチャンスもらったのね、4年の頃は FM 名古屋に長くやっあの仲の良かった頃ですけど、はい、どんどん強くなってきましたね、やっぱり、うん、やっぱりね、はい、まあ、ある種 FM の中で揉まれてる部分でもありましたもんね、確かに。ただそのね、僕強くなってて喜んでたんですけど、まさか敵になるとは夢にも思いませんでした。なんだ、鍛えたわけじゃなかったって。本当ですよ、さんとしてはそんな思いですか。4年、ね、強すぎますから、今ちょっと素質がありますからね、カッパーもあるし、うん、そうなんです、はい。敵に回すのちょっとね、正直な話、池田とか4年嫌なんですけどね。なるほど、うん、お、危ない、あー、これ危ないぞ、これは、これは決まったろ、決まった。本当はちょっとヒヤッとしたでしょ、今。あ、大阪がいいですよ。お、伊藤ちゃんボンバー、伊藤、すごい伊藤ちゃんボンバー、魂こらせました。いや、入ったじゃないですか、今のすごかったですよ。今すごかったですね、伊藤はね、やっぱりね、天下魂
信ありますよ。さあ、FM にしちゃダメですね。最初飲酒だよ。ほら、実際にこう、実際に動いてる姿を見てる。奥さんが、奥さんが好きだからね、僕はね。なるほど。お、金村なんですか、なんですか、これは危ないぞ、危ないぞ。おーおーおー、そのまま、おー、ハイジャック、ハイジャック、ハイジャック、よっしゃー、どうや、どうや、いやいやいや、そんなことないですよ、ほら、よっしゃー。金村もね、眠ってたものがね、来ましたね、起きてきましたよ、ほんまに。僕は金村は眠ってたとは思いませんけどね。いや、でも正直言ってね、もう一時期は川崎メインイベント、ウィンナイスとストーク、首上下ウィングを背負ってたち、ね、ノーリスペクトを背負ってたち、そんな時代がずっと続いてたじゃないですか。それを考えると最近でも金村ってのはね、まあ、ここ半年ぐらい確かにちょっとね、歯がゆいものがありましたよ、今からしますと。それは残念ながら、はい、これをいい方にね、そうですそうです、利用してね、まあ、ただね、MMW の内部がね、ゴタゴタしてるのも技術です。ほら、みんな石垣を見ましょう。よしよし、腕落ちちゃえ、落ちちゃえ、落ちちゃえ。あー、闘魂、闘魂ガードブリーカー。いいぞ、ほら、折れてる、折れてる。いい動きだ。わーっと闘魂宿ってるか。これはでもあのバトラーとしてはまずこれガンノスケを捉えていくっていうのも一つ作戦としてあるかもしれませんね。ガンノスケがいなくなればね、もうリーダーいないですからね、向こうにね。大家さん、大家さん、喋らないからね。脇固め、楽しいぞ。必要なら脇固め。これでも不安的にはそこの石川社長対ジャンガンノスケのシングルマッチなんかもちょっと見てみたいですけどね。面白いですね。はい。さあ一方は石方。はい。こいつは若いけどバリキャリますからね。脇固め。大家さんの今の表情見ましたか。大家さんってね、本当ね、あらゆるルールにとらわれない男ですからね、あらゆるルールとかの情とかにあんまり流されないタイプ。ほらほらほら、反則してる、反則してる。ほら、結局F4が反則しなきゃ勝てないのうちに。あれは反則とは言いません。反則ですよ、ロープ使って。今のはレスリングの一つのテクニックですよね。あれはもう、世界的に認められてる。いやいや、認められてないんですよ、ね、認められてない。 ECW と FM ぐらいですよ。さらにタミング、ほら、レフリー、あら、テッドじゃないですよ、斉藤さん。姉崎です、姉崎です。テッドはもう、テッドはもう帰りましたよ。これはまた気候の力が入ってますよ。あら、いいやろ。姉崎レフリーはもう公平中立、全然公平じゃないですよ。いや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 、伊藤王なら許したんですけどね。それはちょっとね、よし、わーよし、また、また叩いてる、叩いてる、またしても、ほら、脇固め。止めてないぞ、姉崎。金村はね、肩が外れたってギブアップしないぐらいのね、今ハート持ってますよ、ね。さあ、しかし肘肩動きがいいですね。今日燃えてますね、肘肩、はい。さあ、ニュートラルコーナー。金村は籠絡できないね、これでは。さあ、金村と。終わりだ。うわー、フィッシャーマンズバスターか、フィッシャーマンズバスターか。終わった。これね、パワーが足りない。まだ足りないんだ、島田さん。そしてガンダムも入ってきた。しなるように弓を引いた円図。ああ、一撃必殺、ものすごいバックホーク。うわー、サンダーファイヤーだ。これは決まっただろう。2人がかりじゃん、先着さん、今の。いや、今の2人がかりじゃないですか、大家のバックドロップがなかったらね、肘が立ってましたよ。そうですか、僕はそんなところ見てませんでした。いやー、でも今の大家さんのバックドロップ、大家さんのバックドロップとかジャーマンとかってもね、本当いつ見ても素晴らしすぎるんですよ。レフリーのブラインドついてますね。汚いやり方が。レフリー、ちょっと待ってください。おお、大丈夫大丈夫。レフリーのブラインドはプロレスとしては世界的に認められる。あーっと、金村が後頭部を、なに、また二人がかり。薄田がオーバーザトップロープ。あー、さあ、エンジが、あー、場所のスリーパー、落とせ、落とせ、スリーパー、金村を打ってしまうのか、落とせ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 、金村、しぶとい、しぶとい。お、奥の森下保坂、トンファー持ってますよ。おー、うわー、あれぞ、今度はね、頸動脈を締めていく。あー、たまらず池田が入ってきた。陣気なき戦い、高等へと発展していくんでしょうか。怒るぞ。
を振ってそのまんま大阪が川に物を言わせて石川を捉えようというのか。パワーあるね、大阪ね。さあビルディングボム、ビルディングボム、これを食ったら危ないですよ。さあ差し物石川といえども、しかし自力で返していくか。奥に出会い、大阪が熊の形相だ。まさにヒグマのような。あーしかし一瞬の突きをついて、いいぞ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 。しかし熱い猪木対決、猪木対決だ。よし、両国決勝になったね。まさに猪木対決、あれも素晴らしかったけど、マンチ決まった、マンチ決まった、ガッチに入る。あーっと石川社長ギブアップするのか。ここで社長の息の目を止めておけばですね、一気に畳みかけられたんですけどもね。さあ猪木対決は、これはかわされた。おしゃ、本家のバックドロップ出ました。今逆に今度はへそ投げ、もう本家のマンチ、いいぞ。おそこから押し込んだ、気をつけた。の話聞いてると本家っていうのが一体何だかよく分かりませんね。何の本家、本家の意味がよく分かりませんよ。本家石川ですよ、全て。あの自分で名乗ったもん勝ちっていうのもあるんですけどね、もうどこにでもあるあの本家なんとかの貝焼きだとかね、本家釜だとかね。あ、これこれこのまま、ね、確かにね、これいい勝負なんですよ、この2人のは。このまま抜かれたらオーバーズトップロープになるんですかね。なるでしょ、なるでしょう。あ、大谷が、あ、大谷危ない、これ危ない、危ない、大谷オーバーズトップロープならないように離れろ、大谷離れろ。アーブ・ブリーカー、しかし、あ、ショーのスリーパー、アーブ・ブリーカーのスリーパーで返していく。あー、危ない、大谷危ない、大谷危ない。あー、あー、どうしよう。これは、石川祐希の退場ですか。あ、ということは、猪木対決は持ち越されました、ね、持ち越せですね。ということは、やっぱりいいですね、でもあの石川さんと大谷さんの試合は。大谷はいいですね、おさらいしましょう。金村雁之助と米、池田ですね、残ってますね。失礼しました、池田ですか、はい、池田残ってます。そうですね、はい、はい、米、池田が今タッグマッチということになりますね、これでね。因縁の、因縁、朝からの者たちが残りましたね、これ。結局米と大ちゃん、ははあ、まあ社長的にはね、まあ、大家さんを出すというね、目的もありませんし、よかったんじゃないですか。あ、これはなんですか、あの社長としては大家と新人どうのも必殺的だったという、まあ、どっちかを信じするというね、そういうのもあるんですね。やっぱり上部で活躍してるのは池田ですからね、うん、ちょっと待ってね。しかしこれ杉田さん、はい、正直米、池田、金村がって100マスと見たところで、はい、違うよりか、これはね、まあ、島田さんなんて言われるか分かりませんけど、はい、僕は分かりませんね、これは。あの別に FMW で味方したいのは山々なんですけど。なるほど、やはり、ね、うん、ちょっとこれは分からない、はい、そう、おまけになんか普通のタッグマッチとねルール違いますからね、オーバーザトップっていうのがあるんですよ。しかもあの1人いなくなったら2対1になりますからね。そうですね、はい、圧倒的に不利になりますね。そうなんですよ、まあ、2人はずっと見れてるけどコンビ組んでますからね。あ、確かに客観的に見て、まあ、コンビネーションはいいですけど、はい、コンビネーションという意味では確かにね、昔はずっと組んでましたけどね、この2人は。池田よね、ちょっとあの雁之助と金ちゃんはね、はい、ブランクありますからね。さあ気持ちの行き違いありましたからね。まあ、金村がここまで残ってるのをね、まあ、認めなきゃいけないですね、杉田さんね。やっぱりね、金村復活の兆しを私は今は引き取れますよ。おい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 、しかし倒れない金村。うわー、うわ、しかし入った。おい、姉崎、姉崎見ろ、ほら金村の執念を求めし、さあ、ガルスラリアット、すごいガリアット。いやー、今池田の首が折れた、折れた、折れたような音しましたよ。いや、姉崎がちょっと、金之助の顔がね、鬼になりましたよ。まさに鬼神道だ、鬼神道ここにあり、これは決まったぞ。
お、レハンだレハンだレハンだ、これが決まれば確かのワイチャンもギブアップだろう。ヨネ、ね、まだね元気ですからね。ただね、2対1でね、1人残った時にあれ食うともうおしまいですから。そうなんですよね。でもこうなってくると、1人過ぎましたもかなり増えちゃいますね。スタミナはね、池田もね、ヨネもあるんですけど、パワーがね、金村ガンの時ありますからね。ちょっとこの後誰が最初に落ちるか興味ありますよ。おっ、感触あったみたいですけれども、残念ながら2点球。なんかでも池田のおかげで、なんか2人がなんかちょっとコミュニティーをうらつきましたね。神之助がね、先制離脱したのがちょうど去年のね、横浜ですから。うわー、すごい、っしゃー、このすごいスタート、これは決まった。おっしゃー、神之助はもう1年経って監督部長してますよ、これ。池田もあっぱれですね。池田もね、池田もね、池田もやっぱこの間ね、アリックを倒してね、勢い乗ってますからね。今のは返せないと思いましたが、いや危ないわ。金村さん、爆山スペシャル、ものすごいやつだぞ。おお、ロリアヨネ、金村すごいことになってますよ。さあ金村が魂、わ、金村は落ちない、金村は落ちない、わー、いや、まだ落ちてない、まだ落ちていない、まだ落ちていない、わー、まだ落ちてない、まだ落ちてない、落ちた、よっしゃ、よっしゃ、これは崖っぷちだ、FM ダブリュー。さあ、ダブっていいぞ、よね、これは崖っぷちだ。2人入ってる、これ、いいんですよ。いや、よくないよ、もうルーザーですから、あいつ。いやいや、いや、いいわけないですよ。ルールはこれ、タッチロープ持ってなきゃダメだよ。いいわけないですよ、これ。ちょっと待ってください、ガンノスケ2対1の苦境に立たされている。ゴロちゃん、ゴロちゃん、レフリー、いや、これはね、2対1にしちゃいけないですよ。レフリー、レフリー、あー、ガンドスキャンバーイ、よっしゃ、サンドイッチ、あー、サンドイッチ、ありがとう。もう一発、後頭部に言い上げた、いたぶり、いたぶって、これはもう、これはね、ダメ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 、こんなガンド取ったら、なんで、さっきだって1分やられたじゃないですか、ユミに。まだね、みんな残ってる時と1人になった時は違うよ。いや、一緒ですよ。それをエコヒーギーって言うんだよ。いや、1人しか残ってない時にね。これはやっぱりね、ほらほらほら、これは正々堂々、ここは男気ってのもね、あー、よっしゃー、あの、戦争にもルールがあるようにね、これ最後のやっぱり、超えてはいけない一線のルールはね、そういうことができるわ。守らないといけない。1年前のね、5月の横浜でガンノスケ大けがしたんですよ。はい、これちょうど1年経って、ね、元気になって、なんでこんなひどい目に遭わなきゃいけないの、これ。ただ米はパワーつきましたよね。あるけどやっぱりガンノスケがやっぱりなんかしぶといね。でも今のギロチンもすごい高さですね。米は怖い男ですよ。返していくガンノスケ、あ、いやー、これはガンノスケ厳しい状況に追い込まれている。さあ、苦境のガンタ、そしてガンタ、これはチャンスだ、ガンノスケチャンス、ガンノスケ、これはやっと、さあ、仙台一宮の今しかないぞ、仙台一宮のチャンスをものにできるか。蹴りまくれ蹴りまくれ蹴りまくれ、いいよ、殺せ、よっしゃー、あー、これ入った、よっしゃー、なんという、いけいけ、無防備のガンノスケを蹴り倒していく、ひどい、池田がいってよ、さっきのファイヤーサンダーすごかったな、あれも美味しいですね、ちょっと見たことないですよ、よし、ガンノスケを抑えて、バー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 なんですよ、ガンノスケはね、やりましたからね。
長期欠場に追い込まれたノアクブがまた蘇るかと思うとね、まあでも対象同士がね残ったからね、ガンちゃん、ガンちゃん、あーガンの付けたい池田大輔、うおーあーガンの付けたい、ガンの付けたい、ガンの付けたい、惜しい、絶好せっかガンの付けたい、惜しい、ガンちゃん、いやテクニシャンですね、わーちょっとなんであの先入れないの、あの先、今はちゃんと返してますよ、何を言っているんですか、さあ閉めろ閉めろ閉めろ、おボイちゃんが、おっ今のはかわしたんですけれども、若干当たりましたからね、若干当たりましたけどほぼかわしてますよ、いやしかし今戦況は正直言ってこれ五分五分飛びていいですか、ランノスケの、ランノスケの疲労度もかなりこれ2対1、ランノスケの疲労度は相当2対1で戦ってる時間長かったですからね、あーやったれやったれやったれ、そうだそうだ勝負に、もうもうね、いいよいいよ、いやダメだよ球場に、何やったっていいよ、もうダメだよ、うれしい、ガッチリ決まっている、バトラーとしてはこれ一発負けだけは避けたいところでしょう、知らないのにやるな、いますよ、知らないのにやるな、いや今危なかったですよ、でも池田、あちょっと危ない、ファイヤーサンダーだけ気をつけないとな、おいや行きますよ、よしよし、いやしかし、あーそばっと、おお大ちゃんボンバー空振り、ああーちょっと今急所攻撃カウント、よっしゃー、どう取ったよ、ちょっと待ってください、ちょっと池田札幌、いや今も池田札幌、いや雪組のカウント、よし黒田早田来いよ札幌、カウントどうですか、札幌最後6回目だったのが痛かった、勝ったよ、でもね島田さん、まあバトラーズ勝利は認めますよ、でも大ジャンプやっぱりね最後は窮地に追い込まれて、ご覧ください、急所打ち、いやあれはこう溝打ちをしたんですよ、これ反則だよ、これ反則じゃない、溝打ち溝打ち、いやいやいや、おい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 、皆さんこれは認めないと、いや、 やっぱりね反則ねしてまでこれ勝利、勝ちは勝ちですから、勝ちは勝ちですから認めましょうよ、まあね、でもやっぱりここまでね、まあいいよ、こうしてて反則ありありね、いやでもこれでね、はい、新井もねもううちの群馬に下らなきゃダメでしょ、いやーでもね、鈴木さん、これは今マイク回りました、はい、いいぞ謝るんじゃないですか、 FMW 謝らないですよ、 FMW のバカツラども、俺たちが邪道プロレスだ、邪道プロレスだって、まあ、向こう職ついんですよ、ついに、ついに島田さんと島田さんと選手がいた、にも地熱が生じられたよ、島田さん、はい、今のはあのね、はい、取りようによっては、はい、私たちも FMW ですって言ったようなもんですよ、はい、今日の始まりのたくさんのバトラッツさんの皆さん、いつものやつで締めます、一緒にやってください、いいぞ社長、あれ、やっぱりでもこれ FM のお客さん誰一人ね、だやりたかったですよ、いやいや、あこれ伸びる目がないね、 FM のファンはいやー、見る目がありすぎるんですよ、ない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 、いやーありすぎる、ありすぎる、もうあの全国の皆さん、島田さんもね、しかしね、ちょっと複雑な心境、いうことめっちゃくちゃだから、もう思ってた方がいい、もうね、FMW のね、FMW のロゴの前でね、この5人がね、このリング上で手を挙げる姿、ちょっと見たくないですね、もうね、これでね、早草のプロが逃がさないですよ、斉藤さん、いや、もうこれは、杉田さん、これどういうことなんですか、早草と黒田で、もう軽くピュッとね、そうだよ、やっつけてくれますよ、早草のプロじゃが、バトラーズのね、バトラーズの、バトラーズのリング上でね、バトラーズのリング上でね、赤っ端をね、書かせてあげますよ。